J-WAVE Sunday Sessions。 今月は Rock into 2017 with One O'Clock と題して、僕藤田匠のナビゲートで今日本のロックシーンで絶大な人気を誇るバンド One O'Clock の全貌に様々な角度で迫っています。全5回のこのシリーズ、今夜2回目となります。 One O'Clock、 デビューは今からちょうど10年前の2007年に遡りますが、先週1回目の放送でも掘り下げましたが、バンドはこの10年という期間、自分たちが思い描いた大きな夢に向かって一歩一歩着実に階段を上ってきていることが分かりました。ワンマンライブの動員の規模でいうと1日500人だったものが10年間で1日5万5000人の規模になりました。しかも現在はアメリカのトップバンドたちも多く所属する海外レーベルとも契約を結んで作品をリリース、アメリカ、ヨーロッパ、アジアを含むワールドツアーも成功させるに至っています。まあ、一言で言えば世界基準、世界標準のバンドと言えるわけですけれども、今夜もバンドのボーカルタカに行ったロングインタビューをもとに、こうして高みを目指していくロックバンドのリアルな側面、そして当事者の胸の内にどんな思いがあるのか深く迫っていきたいと思います。 J-WAVE Sunday Sessions Rock into 2017 with One O'Clock。 2週目となる今夜のテーマは日本、そして世界へ、バンドの海外進出、その背景にあるものに迫ります。さあ、そしてですね、もうもはや、日本には住んでるというか、仕事しに音楽しに来るといった感覚の、タカさんですけれども、はい、考えてみればそれがすごい精力的に向こうでのライブやツアーを回ったってのは2014年になるんですか？ 2 年ぐらい前ですか？3年ぐらい前かな。3年ぐらい前か、うん、覚えてます？わ、そのお試しじゃなくて地に足つけてワンオクロックとして回ってるんだみたいな感覚に回るんだって決めた日はしっかり覚えてます。おお、それどんな？シンプルプランとコラボした時ですかね、うん、ロスにレコーディングしに行って、うん、もう全く自分の実力も何も出せなかったんですよ。まあ、当然ね、英語もコミュニケーション取れないし、うん、もう外国のアメリカの人ばっかりいるスタジオに放り込まれて、うん、もうナーバスですよね。借りてきた猫的な、はい、うん、で自分ができなくて、うわ悔しいなと久々に感じた悔しさ。それが終わって、あの、チャイニーズシアターの前を、ね、歩いてたんですけど。ザ観光地な場所ですね、はい、チャイニーズシアター、うん。あの時に決めましたね。俺は絶対ここでやってやると。はあ、うん、もうこの悔しさは、うん、もう絶対に忘れちゃいけないし。それが何年前だろう。3年前かな、ああ、多分。もっと前かな。ちょうどだからあの頃はもうヨーロッパとかやってたのかな。ツアーは。でもアメリカっていうものはやっぱりその瞬間でしたね。でそこから、まあ、もちろん頻繁に行くようになって、うん、ツアーをやるわけですけども、ワープドツアーにも参加してたんで、そうです、要するに長い間向こうでひたすら回っていく、はい、要するにワンショットワンスポットでパッと行ってライブして帰ってくるみたいな実績ではなく、うん、本当に転がっていくと向こうでアメリカンして、はい、あ、そういう経験はどうでした？ワープドツアー、そのなんて言うんだろう、あ、こういうことか、アメリカの現実みたいなことに触れたことあったんですか？やっぱありましたよね。やっぱすごい長い。うん、あとやっぱり、あの、ラフ。はぁ。すごくオーガニックですよね。物事が。予定調和っていうものが存在しないというか。もう本当に、みんなが、みんなこう考えてることが、本当に今のことしか考えてないというか。まあそのツアーをやっててもそうですし、まあ、人種的にもそうなのかな。ちょっとこう、日本人みたいにせかせかはしないですよね。あと、決め事もそんなにね、アホみたいには決めないし。それはすごくワープドツアーを持って感じましたね。いや、そんな発見もあるのな、すごい。そして、そこで出会ういろんな人たちもいるわけじゃないですか。はい。それがアルバムにもね、落とし込まれている。アブリル・ラビーンってどこで出会うんですか？アブリルは、日本であの、彼女がアルバムを出した時にその、ほうほうほう、番組の企画で一度お会いして、とはいえって話ですね。それあくまでビジネスの話じゃないですか。そうですそうです、うん、でその後ファイブセカンドオブサマーのカナダ公演の時に来てて、うんうん、で話をして覚えてるみたいな、うん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 、ほんで、まあ、すごい仲良くなって、うん、
で、まあ、番号も交換して、うん、メールのやり取りなんかして、うん、で彼女も日本が好きなので、うんうんうん、僕らのそのインスタを多分見たんですよね。でライブ映像上げてたんですけど、うん、そのバラードの曲を上げたんですけど、それすごくいいって言ってくれて、うん、なんか私一緒にやりたいって言ってくれたんですよ。うん、それじゃあ一緒にやろうっつって。すごい。そんなこと起きるんだと。今回ね、結構そういうことが実はいっぱいあって、はい、これ全然、なんていうんですか、紙資料とかにも書かれてないですけど、うん、ワンウェイティケットとか、はい、マイク篠田やってるんですよね。マジで、はい、リンキンパークの、そうそう。スタジオに遊びに行って曲聴かしたら、うん、これ超いいなってなって、うん、俺もちょっとやりたいっつって、もともとあったプロダクションをちょっと変えて、うん、彼がやってるんですよ。いや、すごい。マイク篠田はどうでした？すごかった、スタジオも。あ、マイクのスタジオ。リンキンパークが今アルバム作ってる。そうか、LA か。そうそう。リンキンも。そう。すっげえスタジオでした。これどんだけ金かかってんだろうっていうね。全部あるんですもん、楽器が。全部あんの。もう。全部あるんだ。全部あって、うん、図書館みたいなスタジオなんです。おー、そういう意味での全部ある。すごい。しゃー。笑っちゃった。でももうこれがまさにワンオクロックが LA を拠点にしていて、音楽をちゃんと向こうに地に足をつけてやっていることで起きていく、だ魔法じゃないんですよ。そうです、そうです。これ全然マジカルなモーメントなんですけど、うん、ナチュラルなんですよね。そう。とかこれが普通なんです、本当は。これですよ。本当は普通なんだ。それを起きてる。それができないんですよね。でもやっぱり守りに入るとそれができないから。なるほど。それはだから僕も前からやっぱりずっと守るべきじゃないと思ってたし、でアブリルも結局あったきっかけは日本でいわゆる始めましてっていう企画ですけど、うんうん、アブリルが認めてくれて、じゃあなんか一緒にやろうよっていうのは、もしかしたら LA でフラットにどこでも行けるっていう、うん、なんかその感覚、うん、日本とはまたちょっと違う感覚とアンテナとコミュニケーションを取る方法があるっていうのがめちゃめちゃ功を奏してますね。そうですね。で非常にやっぱりそういうことが起きるたびに楽しいですし、うん、かたやでもまあ例えばじゃあリンキンパークと肩並べてってところにはまだまだワンオクはいけてないはずなんですね。もちろんですけど。そう、びっくりした今。並べようとしてんだと思って。いやいやいや。でもちょっとそれよりも時を前にして、例えばクロスフェイスとか、はいはいはい、彼らもフェスに呼ばれるようなレベルにも、はい、イギリスでもなってるし。はい、なんか渡り歩いてるなみたいな感じもあるんですけども、そういう話を逆に日本のバンドとします？ね、僕らがやってることは多分彼らと全く違うんですよね。もちろん、バンドとしてのそのカラーも曲調もそうですけど、うん、彼らがやってることっていうのはやっぱりそのロックシーンの中のやっぱり一部であって、うん、はいはい、僕らがやろうとしてることっていうのはもう世界の音楽シーンの話なんで、土佐回りも大事だけど、うん、もっと違うビジョンを持ってしっかりとアメリカの中で戦っていくっていうことなんですよね。だから多分ラジオにかけてほしいなんていうことは彼らは絶対言われないはずなんですよ。かけたいからそういう曲を作ってくれっていうことをレーベルから言われることは多分ないと思うんですよ、はい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 、僕らは多分それをすごく言われてるから、もう多分全然感覚が違うんです。だから話しても分かんないと思う。多分理解しできないだと思う。最初は近いところにいたはずなんですよね。最初はいました。向こうでライブやって、うん、お客さん沸かして、うん、存在証明をして、うん、でも今そのこれってライブの話ではもうもはやなくなってきて、そうバンドの立ってる場所みたいなところね、うん、これ上下じゃなくて目指す場所とかね、うん、なるほど。でもやっぱクロスフェイスはすごいですけどね。おー、どんなとこすごいですか？だからやっぱりそのロックシーンに突っ込んでってるわけじゃないですか、うん、ほんで他に周りにいないんです、誰もいないし、ね、できないですよね、あんなこと、うん、俺らより下手したら体力いることやってるんですよね。要するに一本一本のライブと、うん、もうあんなのだって死んじゃうもん。俺らだってきついのに、あんなもっとね、うん、言ったらハードコアのバンドでしょ。しかもやっぱりあいつらだって超ジャパニーズソウル強いから、うん、ステージの上に立ったらジャパニーズだぞこの野郎っていう気持ち多分やってるはずなんですよ。サムライスピリットですね。それでやっぱね、あんだけの本数やったら
いやー、将来首とか腰大丈夫かなってちょっと心配になるよね。なるほど。そう、僕らとしては、それこそ最近だったコールドレインも行き始めて、はいはいはい、ものすごい長いツアーをやっています。だから、まあ、クロスフェイスもちょっと先にね、こうボーンと行ってる感じもある。で、ワンオクも行ってる。はい、まあ、ワンウィズもちょっと行き始めてるみたいなところで、なんか似てる感触で海外に行ってる感があったんですよ、最初。なるほどね。逆に向こうにいる人が、向こうにいる同士でクロスフェイスとワンオクロックがアメリカの地で話すと、なるほど。俺たちこう、なんか日本から見たらそう見られてるけど、今ビジョンも実際の活動もちょっと違うところにあるんだな。そうですね。っていうのが浮き彫りに実はなってると。これ目から鱗ですわ。なるほど、ね。実はね。ワンオクロックが見えてきてる気がします。そう、だから多分彼らもね、俺らに対して多分悔しいとか全くないと思いますよ。だってやってること違うもん。そうそうそう。だからすごく仲いいんです。俺だからこれやってることが一緒だったら多分、もうふざけんなって話になってくるんですよね。ライバルとかね、お互いの方法論とかね、うん。やっぱりこう、どうしたって日本人が日本人であって、アメリカにこう切り込んでいくときには、同じものを使わなきゃいけない瞬間っていうのはやっぱあるわけですから、うんうん、それのね、やっぱ使い方の問題もあるし。なるほど。うん、J-Wave Sunday Sessions。今月は Rock into 2017 with One O'Clock と題して、藤田匠のナビゲートでお送りしています。ということで聞いていただきましたけれども、海外でやっていくと決意した時のこと、悔しさがバネになったんですね。そして今実際に現地で起こっていること、レコーディングでマイク・シュノダと一緒にやろうぜと、リンキンパークのスタジオを使って、これは本当にあの海外に行くんじゃなくて海外に住んでいないと向こうでしかできないコネクションならではの話が出てきましたね。そしてさっきのインタビューにも出てきましたワープドツアー、これはあのアメリカ最大級と言われているロックエクストリームスポーツの巨大フェスティバルで、毎年100を超えるパンクエモ系のバンドがですね、全米およそ40都市以上一緒にツアーで回っていくという非常に長いツアーです。まああの世界中の猛者が集まるワープドツアーですから、100を超えるバンドっつってもね、そう簡単に日本のバンドが参加できるもんじゃないです。その中でもですね、話に出てきましたクロスフェイスですけども、あのワープドツアーに参加した頃からもうすでに僕はチェックしてましたけれども、海外を舞台に選んで自分たちの手で勝負に挑んでいった、その今のシーンでの先駆け的なバンドと言えるんじゃないかなと僕は思います。まあ、タカもね、その姿勢、死んじゃうぐらいライブやってるというクロスフェイスに刺激を受けていると語っていました。ということで後半はそのクロスフェイスが肌で感じる海外の現実を語ります。クロスフェイスボーカル小家さん話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもワンオクに出会ったのはいつに遡るんですか。あれいつやったかな、2011年とか2年ぐらいにスタジオコースとかなんかでライブしてたのを見に行ったんですよ、うんうん、はい。で俺の中でのこのワンオクロックのイメージパッと行ってみようって言ってライブ行って、こいつらライブやばいなってなって、まあ全然ジャンルは違うんですけど、すげえなみたいな、こんな歌うまいやつとかおるみたいな感じのとこで、でまあライブ終わったりした時にあいつらも見に来てくれて、自分たちのライブに来てくれて、でまあライブ終わったりした時にあいつらも見に来てくれて、自分たちのライブに来てくれて、でなんか一緒にやりたいねみたいな話をしてる時に、ちょうどまあお互いツアー、確かにナンバーハッチかな、ナンバーハッチかリキッドやったと思うんですけど、その時クロスフェイスは海外での活動ライブとかってやってた時期ですか。どうやったかな、初めてナンバーハッチで会った時は、でも確かそういうのがあったから多分ワンオクロックもクロスフェイスでやりたいみたいなのもあったみたいな感じで言ってたような気はするんですけど、でもちょうど2回目に会った時はワンオクがワープドツアー1回目行った時、帰ってきた直後やって、はいはい、もう全員真っ黒の日焼けして、そう真っ黒のワンオクロックにやってがっつりアメリカナイツされて帰ってきて、俺たちもその前の年にアメリカをワープドツアー同じツアーをしてて、うんうんうん、めっちゃ厳しいでっていう話をしたんですよ、はいはいはい、ちょうど結構あれでワープドツアーしんどいだいみたいなタカと話してて、うん、そうなんだみたいな感じで行って、でも帰ってきたらすげえめっちゃ楽しかったみたいな感じで行って、やっぱタフですよね
彼らもすごい。でも、振り返ってタフだと言ってることがあるので、具体的に例えばどう違うんですか？俺は国によって全然違うと思うんですよ。アメリカでブレイクするための方法と、イギリスでブレイクするための方法って全然違うくて。ほうほうほう。アメリカは多分本当に今ワンオクがやってるぐらいの規模のツアーを、本当に1年に何回もしないと、結局人が忘れてくからどんどん新しいバンドがどんどん出てきて。はいはいはい。でもイギリスの場合は結構そういう、もう同じ島国だからやっぱその他から来たものに対する反応がアメリカとは違って、アメリカってもうすでに多国籍だからもうアジア人もいればいろんな人がいる状況で全然違うんだ。その中でじゃあ例えばクロスフェイスが選んだ手段、はい、もう奴らはやばいぞとワンク高子も言ってました。もう一本一本のライブで勝負していくみたいな。そうですね。自分たちから表現していかないと、自分たちから主張していかないと、全然誰も言ったら興味ないんで。俺たちがその突っ込んでいったシーンっていうのは、いわゆるその日本のカルチャーが好きとかいう人ではなくて、本当にハードコアのライブが好きだったりとか、そういう、いわゆるそういうロックの真の音楽が好きだったりとかっていうお客さんが来てるんで、やっぱ、なんていうんですか、こう、腕組みがちなんですよね。やっぱお客さんも言ったら腕組みしながら最初見てて、みたいな。それをこうどう崩していくか、みたいな。だから2回目のライブの時とか、俺ら、酒の瓶とか投げられたりとか、うわこれあるんやほんまにみたいな感じで、もうそっからもうやったるわみたいな感じで、もう戦いです。いやほんまそうですね。そんな感じでしたね。そのワープドツアーにちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、タフだったっていうのはスケジュール的なところもあるんですか？スケジュール的なところがもうメインで、もう5日連続ライブして1日オフみたいなのがずっと続いてる。ずっとです。が、もう2ヶ月間ずっと、まるまる。だって2ヶ月中に40本ライブしますから。わー、そらタフになりますね、はい。感覚的にも動じないだろうし、いつでも行けるぜみたいなところも、マインドとしても出来上がって帰ってくるみたいな感じなんですね、日本に帰ってくると、ね。だと思いますね。すごいタフになって帰ってくる。でも、例えば、ああいうツアーに、慣れちゃうとって多分良くないと思うんですよね。結局、そのワープとツアーって、こう、誰がヘッドライナーを取るかっていうのが毎日変わっていく、変わっていったりとか。で、それで例えば出る時間が1日30分とかなんですよ。で、それで例えば40本とかしちゃうと、なんていうの、自分たちのツアーのフルセット、例えば1時間とか2時間のセットとはちょっと違う見せ方に、こう、シフトチェンジしていって、それがこう、ちょっと肩についちゃうと、その1時間半のライブをした時にちょっとこじんまり見えたりみたいなのとかも、慣れすぎると良くないみたいなとことかもあるんかなっていうのは思いますね。だからそのタグが言ったりこうがむしゃらに回るんじゃなくて、成功法として自分たちでビジョンを描いてやっていくのが俺たちの方法やって伝わると思うんですけど、まさにその通りだと思いますね。だからアメリカはもう行くなら行くで決心して他の国はちょっと置いとこうぐらいの勢いでいかないと。なるほど。我々は海外っつってるけど、その国で事情が違うっていうのもちゃんと肌に入れとかないと、今度次のビジョンが描けなくなるんだ。そうですね。だからさっきタカが言ったそのワードでそのラジオにかかる曲みたいなのって、僕たちもそのアメリカのプロデューサーともうずっと仕事してるんですけど、まあ、そのうちの一人のプロデューサーはすごいやっぱりこのラジオにかかる曲、ラジオにかかる曲を作りたいのか作りたくないのかで俺がどうプロデュースするかはすごく変わるし、わ自分たちのマインドも絶対に切り替えないとあかん、っていうので、やっぱり俺たちはそういうものに対して、こう言ったらなんていうの、抗っていく姿勢というか、みたいな部分があったりするんで、なんかそれがなんていうの、まあ、選んでいく道でもあるやろうし、はいはい、僕たちの場合は例えばまあワンオクロックが例えばフォールアウトボーイとかリンキンパークみたいなバンドになっていくやろうしたら、多分クロスフェイスはナイチネイルズとか、そういうちょっとこうコアな、コアやけどずっとファンはついてきてくれるみたいな感じのバンドに、まあその目標じゃないですけど、みたいなのがあるんじゃないのかなっていうふうに俺は思いますね。ビジョンの違いっていうのはあるかもしれないですね。どこを目指すかっていうのは、実は日本のバンドでも、俺らはざっくりね、こっち側から言っちゃうと、海外にみんな行ったみたいな話なんですけど。ああ、そうですね。そう。そうじゃないってね。アメリカに行きたいバンドは、やっぱアメリカに住んでやるぐらいの勢いじゃないと。アメリカでは成功しない。はい。ね、ワンオクロックはね、向こうに住んでる家があったりとか、ね、あるじゃないですか。そういうのも、本当に腰を据えてやっていくっていうのを決めたんやろうなっていうふうには感じましたね。ビジョンの問題になってくるという話ですか。アメリカの人が言ったの、僕にね、ツアー中に、なんでやってないことが分かるのって普通に質問してきたんですよ、英語でね。で、その瞬間そこに日本人しかいなかったんですよ、で俺ずっとその質問の内容がよく分かんなくて、でもそれに対して日本の
スタッフのチームが答えてるんですよね、うん、いやでもこれはこうこうこうでこうだからこうなっちゃうからダメでしょ。ああ、なるほどね。たらればが多いんだ多分。そう、我々だから説明できるのすげえなと思った。それをね、また起きてないことを。そう、はい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 。でアメリカ人は起きてないこと説明しないんですよね、やっぱり。なんかやってみなきゃ分かんないじゃんみたいな、はい、でもそれってすごいなと思って。アメリカに渡り、アメリカに住み、地に足をつけて活動することで初めて知ること。ワンオクロックは今自分たちのビジョンをはっきり持っている。その海外という場所、バンドが発信してきた音楽は現地のオーディエンスにどう響いているのか。この10年間バンドを撮り続け、これまで幾度かの海外ツアーにも同行しているカメラマン橋本瑠衣さんはこんな風に語っています。純粋に全然そういうヨーロッパの人とかアメリカの人とかアジアの人は、もう日本でワンオクロックが好きで聴いてる人と同じかそれ以上の熱量が、なぜなら多分そんなにそんな頻繁にライブ来ないんで、来た時の爆発はすごいですよ。あ、こんなに日本語でみんなすげえ歌ってると思いながら僕は写真撮ってましたし、でもよくよく考えてみたら洋楽の人がもう待望の来日公演でみんなやっぱりバーって大合唱するの逆版、なるほど、だと思いました。それぐらい楽曲のパワーがあって、海外の人がそれに気づいて口コミでどんどん広がっていってコミュニティができていって、だからやっぱりその象徴的だったのは、その初めてヨーロッパツアー行った時に、日本でその当時セット曲になかったバラード曲、うん、あの曲を海外、そのヨーロッパとかですごいみんな評価をしてて、このバラード素晴らしいみたいになって、まあやらないわけにはいかないじゃないですか、やるべきだし、でやった時のそのあの大合唱もすごかったし、あ、曲が持つパワーってこんなにいとも簡単に海越えてしまうんだなと思いました。だって日本語なのにって思いながら、ね、すごいですね。出てるわけじゃないですか。そうした時の見えている洋楽、はい、今までほら憧れて追いつきたかった背中としての洋楽がありました、うん、でも今は自分でプロデュースした作品が世界標準なんだと、はい、俺てっきり誰か有名なプロデューサーを立てて洋楽っぽくしようと思ったのかなって聞こうと思ってたんです。なるほどね。おいおいちょっと待てと、はい、セルフプロデュースなんだっていうのが今衝撃です。はい、だから僕はこれで超えたと思ってるんです。なるほど。はい。これで、だ、いや、結局日本人が作って、うん、洋楽好きな日本人が聞いたら、いや、これだったら俺洋楽聞くよっていう話にもなっちゃうんですよ。でも、よく聞いてっていう話なんですよ。うん。よく聞いてみっていう。しかもね、真似事じゃないんですよ。そう。ここも。僕ら、今回は結構自信あります、そこは。なんてかっていうと、他に思い当たるいろんなバンド聞いてみたんです。全然違うんですよ。うん。特に今のロックシーン、アメリカのロックシーンにはこういうバンドいないんですよね。そうなんですよ。はい。そのトレンドを、そのプロデューサーに言って近づけてもらおうと思ってたんじゃねえかと思ったんですよ。それがね、前回のレコーディングで無理だっていうことが分かったんですよ。なるほど。だから自分でやろう。前回そう言ってましたね。はい。今回は自分でやりたかったんですね。やばい。ワンオクロックは1月11日にニューアルバムアンビションズをリリース。その直後ですね、1月15日からニューヨークをスタートに北米6カ所でショートツアーを行います。そしてアメリカから日本に戻って、2月18日からアンビションズジャパンツアーと題して全国のアリーナ規模の会場を回ります。全32公演とロングツアーになります。まあ、まさにアメリカ、まあ、もはやワンオクの現地のライブで得た感覚を持って日本での大規模ツアーがスタートというんですけれども、もう言ってもこう構えてるわけじゃないんですよね。もうね、一言で言えば追い越してるんだよと、洋楽をと。それに今日は尽きるんじゃないかなと思ってます。追いかけてんじゃない、追い越したんだよと。作品もぜひがっつり聞いてもらいたいと思います。
そして今夜この番組を聞いてあなたも感じることがあったら、ぜひラジコからツイッターでシェアラジオをして、その思いをみんなと共有してみてください。きっと同じ思いで聞いていた人もいると思います。そして最後に今夜お送りした曲目をお伝えしていきます。クライアウトマイティロングフォール US バージョン、リンキンパークのナム、ワンオクロック戻ってオールウェイズカミングバック、クロスフェイスデヴォーズパーティー、ワンオクロックウェーエヴェーユーアー、そしてアイワズキングお届けしました。4曲目にお届けした Always Coming Back、 そして最後にお届けした I Was King はニューアルバム Ambitions に収録されます。ということで今月の J-Wave Sunday Sessions Rock into 2017 with One O'Clock、 まだまだ様々な角度で One O'Clock の全貌に迫っていきます。来週折り返しとなる3週目ですけれども、テーマは Songs、 今 One O'Clock が届けたいという歌に迫ります。ここまでのナビゲートは藤田匠でした。